はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。私スクナというものです。それでは本日もテラス動画撮っていこうと思います。はい、でですね、本日はドルフロの動画ですね。それでは早速撮っていきましょう。はい、でそれで今日は何の、動画を撮るのかと言いますと、はい、作戦任務の野戦と違えた野戦が解放されましたので、こちらを解説がてらやっていこうと思います。はい、でなんで野戦なのかっていうと、まあ、これちょっと他の戦闘、この通常と緊急と違ってだいぶそのなんで戦闘システムとかが異なるのでですね、ちょっと説明がてらやっていこうかなと思います。といったものの、私も初めてなのでちょっといろいろ調べながらやっていこうと思いますね。はい、で実行済み2ってなってると思うんですけど、はい、2回挑戦して負けました。はい、というわけでですね、早速野戦にやっていくんですけれど、まずこの野戦の解放条件は確かこれ書いてあった気がするんですけど、作戦任務の 2-4 の緊急ですね、でこの戦地サンプル4をクリアすると、出現しますね。はい、でまあ、緊急の2章を解放するには、この2-6作戦終了までクリアすれば、これ緊急が解放されて、これを2-4までクリアすると、2-1の野戦が解放されるっていうシステムですね。はい。で、この野戦の特徴なんですけれども、まずですね、クリア条件ですね。この、まあ、これは入った時にわかるんですけど、クリア条件は制限単内に敵を全滅させることですね。はい。まあ、それがクリア条件です。他のその緊急とか通常のやつと違って、司令部を取れば勝ちってわけではないので注意してください。で、あとは、これも入るときわかるんですけど、全キャラクターの命中率が 90% 低下します。はい。で、マップの敵の位置が表示されません。野戦っていうぐらいなので夜の戦いなので、視野が見えないってことになってるらしいんですよね。はい。なので、視野を確保するにはそのハンドガンだったり、あとはそのマップ中にレーダーっていうシステムがあるんですけど、それを使ったりすると、視野が確保でき、一部ですよ。一部、1マスか2マス視野が確保できたりします。はい。で、野戦の報酬は、今ここに表示されている通り、装備が手に入ります。で、後の方になればなるほど、そのなんか、各キャラクターの限定装備がドロップしたりするみたいなので、はい。氷屋の装備ですね。やっぱりドロップ率は低いんですけど、装備強化用の周回には持ってこいな感じですね。あとは、もっと先の話になるんですけど、2-4 の、まあ、まだ解放されてないんですけど、をクリアすると、防御演習かな、この、無理作戦の一番下のこの防御演習ができるようになります。なので、それを目指しつつやっていきましょう。では、早速野戦ですね。まあ、実際にやってみましょう。はい、ちょっとストーリーはカットします。はい。で、野戦こんな感じですね。はい。見てご覧の通り、敵の位置が表示されません。で、私はこの第一部隊で行きましょう。でですね、おすすめの装備がありまして、レーザーサイト。装備にレーザーサイトとか、アンシスコープですかね。などを装備させておくと、まあ、命中が上がったり、暗視能力を上昇させてると、まあ、いいですね。命中が上がったりするので、ぜひともやっておきましょう。はい。それでは早速やっていきましょう。でですね、これなんか攻略のポイントに、ご主人様のために、この、何でしょう。序盤にそのグリフィンの遊軍を置いておく、グリフィンかそのフレンドさんの遊軍を置いておくといいよと書いてあったので、ちょっとその通りやっていこうと思います。で、説明ここに書いてありますね。野戦では命中が 90% ダウンしますが、暗視能力を備える装備を使用することで一部の命中を回復できます。それはさっき言ったレーザーサイトとか暗視スコープとか、そういう感じのやつですね。装備させておくと命中が上昇します。で、視野ですね、脳無に覆われているため、マップ上では味方の拠点のみが表示されて、敵ユニットはどこにいるかわかりません。はい。まあでもあれですね、敵がどこを占領しているのかとかわかるので、それを頼りにしてもいいですね。はい。で、ハンドガンの人形が所有する部隊では周囲の視野を得ることができます。ただこれ、1マスだけだったっけな、確か1マス分の視野を確保できるんですよね。で、このレーダー。
なんかこの真ん中に今レーダーって書いてあると思うんですけど、こいつを確保すると範囲2マス分の範囲が見えるようになります。で勝利条件は3ターン以内に敵を殲滅というわけで、早速やっていきましょう。まずは1個上を取って、あ、早速敵がいました。こんな感じで占領してないんですけど敵がいるってことがザラなので気をつけましょう。言い訳は通用しないわ。私はもう一個これ注意点がありまして、1の1の目安なんですけど、敵がベラ思いついてるんですよね。しかもこれ作戦戦闘能力に2500が推奨されてた気がするので、挑戦するなら、まあ、自分が苦戦している部隊でいきましょう。で、あ、そっか、これレーダー取らないと配信できないんだ。じゃあどうしようか、レーダー取りましょうか。レーダー取ると今こんな風に敵の位置が分かるようになります。待って、これあいつら下に来ないと詰みじゃない。ああ、よかったよかったよかった、なんとかなんとかなった。ゴミは駆逐します。はい、でこいつが何だったっけ、装甲なんちゃら。言い訳は通用しないわ。私は殺しの盾、好機を逃すな。忘れちゃったな、ほら装甲放題ってだった気がしますね。これ鉄鋼弾が有効なんですよ。なんで弾のとこにこの鉄鋼弾装備させておくと軽くポンと貫通できますね。まず序盤であれば、で支援部隊を何かベラボーに重かったな、ね、で今回はグリフィンの、あれ、ああグリフィンの支援部隊を置いておきましょう。はい、で支援部隊のメリットとしてはですね、ターンを消費せずに勝手にこいつら動いてくれるんで、期待しましょう。私はとりあえずこっちのこいつを倒しつつ、ゴミは駆逐します。はい、これがあれですね、装甲砲台の特徴です、ね。見てもらったら分かると思うんですけど、最初の方相手のシールド壊すまでダメージ入らないんです。じゃあ私がとどめを刺します。ほら、感謝しなさいよ。で、どうしましょう。これクリフィンがやらかした時困るから、レーダーのとこに配置して、これで敵さんがこっちに来てくれれば、敵を見過ごすわけにはいかない。勝てるよね、仲間だろうと。敵って最重だなんて言わないでください。早く、もっと早く、強いですね、グリフィンの支援部隊。で、これ敵どんな風に動くかな。こっちに来てくれると試合終わってありがたいんですが、あ、来ましたね。敵を見過ごすわけにはいかない。見つけた。あ、見つけた。うち、しょうがないな。これが最後よ。イエーイ。はい、これで戦闘終了ですね。で、敵を全滅させると勝利になります。で物語はちょっとスキップします。はい、戦役勝利ですね。で、はい、 S ランククリアです。で、装備、今回はですね、もう確定で装備が手に入るので、装備集めには持ってこいのダンジョンということで、はい、というわけで本日はこんな感じですね。ポイントをまとめますと、とりあえず野戦はですね、2の4、緊急の2の4クリアすると解放されます。で、特徴としまして、クリア条件は制限ターン内に敵を全滅させることですね。で、全キャラクターの命中率が下がり 90% 低下します。で、野戦のため、夜の戦いのためですね、マップに敵の位置が表示されません。はい。で、暗視能力を向上させていく必要があります。で、私なんか装備させてるのかな。あ、これですね。アタッチメントの、まあ、この上から 2段目の PEQ にアタッチメント、あ、野戦装備って書いてあるんです。野戦装備装備させておくと、命中が上がったりしていいことがあるので、ぜひとも装備させておきましょう。で、この断層のところですね。
こいつをですね、今の一番上 の、 あの星5のやつがまさにそうですね。左から、じゃあ右から3番目マーク221鉄鋼榴弾、まあ、鉄鋼弾ですね。こいつを装備させておくと、あのなんかめちゃくちゃこう使ったあの装甲砲台とかを簡単に倒せるようになるので、ぜひとも装備させておきましょう。はい、でグリフィンの今回の野生はですね、優遇を使うといいってことですね。とターン制限がやっぱりあるんで、行動ターンを消せずにその出撃させるグリフィンの部隊ってやっぱり魅力的なんですよ。なので、ぜひとも使っていきましょう。で、まあ、ハンドガンを装入れておくと、1マス分の視野を確保できて、レーダーを確保すると2マス分のマスを確保できるっていう利点があるので、そちらのですね、書いていきましょう。で、まあ、メリットといたしましては、装備がドロップするんで、装備集めにはいいですよと。ただ、高レアのドロップ率は、やっぱり、なんていうの？普通の戦いの、この、ドロップ限定？ここにはいないか。はい、この限定ドロップ並みに、やっぱり高レアって確率が渋いので、やるなら根気強くですね。まあ、でも、装備強化用の装備集めには持ってこいですね。で、まあ、2年を攻略すると防御演習が解放されますと、まあ、そういうメリットがありますよってことですね。はい。で、まあ、そんな感じですかね。で、今日はちょっと早いんですけど、この辺で終わりたいと思います。本日は野戦のお話でしたね。はい。では、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。